私たちは日本の多文化共生の現状や実際に行われている取り組みについて知るため、日本で暮らす海外ルーツの人々の日常に焦点を当てたアートプロジェクトを行うイミグレーションミュージアム東京に注目しました。私たちはまず東京芸術大学の大学院生で IMM 東京で企画統括をしているハン・ハラさんを取材し、 IMM 東京での活動や地域の海外にルーツを持つ方々から作品を募り展示する多国籍美術展についてお話しいただきました。なんかハンさんが大学院で日本で来ているって感じ、なんか最初日本を選んだ理由とかあったりします？私 の、 あのバックグラウンド話すと、私はあの日本で生まれたんですよ。で、高校生までは日本で、あの日本の普通の公立の学校に通っていて、で大学は韓国の方に、まあ、あの行って勉強してたんです。でだから、まあ、どっちかというと日本で暮らしてる方が普通に長いし、あの日本の文化の方が馴染みがある韓国より、なのでなんか日本を選んだっていうよりかはこっちの方がホームタウンに近いっていうのがありますね。でもなんかすごいそれも面白い質問で、なんかこう IMM ですごいあのやってて面白いのは、あのチームの中にもいろんなこうルーツのメンバーがいるんですけど、私みたいに国籍はあの韓国だけどもうめちゃめちゃ日本語ネイティブみたいな子もいれば、あの日本国籍なのにずっと海外に住んでて日本語も喋れないみたいな、あの市民メンバーがいたりとか、なんかすごい混ざってるんですよ。でそれって見た目では判断できないことだし、喋ってたら多分誰も私が韓国人って分かんない、名前を言わない限りは。でもそういう人も実はこういろんなこうルーツとか文化抱えてて葛藤してるんだけど、なんかあんまスポット当たらないじゃないですか。だからそういう人たちの表現もなんかこう表現とか、そういう人いるんだよっていうことも結構大事にしてるというか。こんだけなんかいろんな立体から、はい、なんかこういう演奏から何からって何もなんか基準も設けずに募集すると、うん、募集して集まってみないとこうどう展示するかとかって何も分かんないですよね。もうすごいヒヤヒヤしました。中島の家があんま大きくないんですよ。だから本当に収まらないんじゃないかっていうのが一番不安で、 あとでもあの最初はサイズとか出してもらう点数を制限しようかみたいな話もあったんですけど、なんかそういう制約をなるべく設けたくないっていうのが、まあ、岩井先生の意向で、そのできるだけその集まったものを見て、その応募してくれた人のまあ気持ちを見てこう決めていきたいっていうのがすごく、まあ岩井先生は大切にしていたし、私たちもそうすることがなんかこの活動の趣旨に合ってるかなと思ってたんですけど、いやこれ伝授できるのかなみたいなこと結構あの何回も話し合って決めたりはしました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。その次に私たちは多国籍美術展の見学と IMM 東京の主催である岩井重明さんへの取材に伺いました。全く大きさもジャンルも違うたくさんの作品たちが、どれもその作品が一番魅力的に見える場所に展示されており、一つ一つの作品や作者を尊重する気持ちを感じ取ることができました。まあ、そうですね、アートはだから僕が特にアートの中でもこう視覚芸術を中心にやってるのは、やっぱその人たち の、 あの文化背景みたいなものがね、僕らが受け止めるとやっぱりそのある意味ステレオタイプみたいなのをこう持ってしまって、でそれを通して見ちゃうんですよね。だけどアートの場合は彼らが訴えていることとか彼らに興味あることっていうのは僕らが思いも言わないようなことも考えてたりとか、あと本当に普通の生活をしている人たちっていうのがたくさんいるわけじゃない。でそういうものが彼らの生活の一部が垣間見ることができるのが彼らが作り出す作品だと思うんですよ。
作者がどういうことを考えながら作ったんだろうなみたいなことを自分の中で思い巡らすことができて、で自分の中で新しいストーリーをこう作れるじゃないですか。そこはだから僕素晴らしい部分だなと思ってますよね。だからそういうふうにして隣人として増えてきているあの外国ルーツの方たちの思いを自分なりに受け止める、そのステレオタイプじゃなくて、あと何かそのジャーナリズムとかを通してじゃなくて、あの作品を通して身近にあの顔を見せることができるんじゃないかなと思って、こうしてイベント当日を迎え、取材を通し感じたことを会場で発表しました。そこから私たちはアーティストは自由に表現をすることができて、受け手は多文化をビジュアルとして言語よりも直感的に感じられるという点が非言語表現であるアートだからこそできる多文化の伝え方だというふうに感じました。発信側も受け手側も言葉にすると難しいことでもアートだからこそ作品として生み出して伝えられたり受け取れるといったようなアートの力があるというふうに感じました。展示を見に来た人は多文化や作品を教える出会いの場になっているというふうに感じました。以上で終わりになります。ありがとうございました。